ジャンスク TV をご覧の皆様こんばんは。実況の音羽奈緒です。本日は激アツ6灼熱の鳳凰チャレンジファイナルをお送りします。吉田忠元鳳凰と予選を勝ち抜いた3名とで行われます。ルールは一発ラダーなしの日本プロマージャン連盟公式ルールで行われ、半チャン3回戦で1名が優勝となります。それでは本日の対局者の紹介です。まずは藤川プロ、こちらへお越しください。こんにちは、はい、自己紹介をお願いします。日本プロ麻雀連盟関西本部、藤川悦子です。よろしくお願いします。今日は鳳凰との対戦ということですが、はいはい、どうですか意気込みは。いや、もう楽しみですね。楽しみですか。そうね、激アツもこう6回もやってきて、はい、僕1回も勝ってないですけど、まあ、この6勝ったらもう全部勝ちみたいなもんですよね。最後に勝って、うん、と思ってきたんで。いつも惜しいところまで行ってますもんね。まあ大体1回戦負けですけどね。ありがとうございます。じゃあ今日は頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。続いて西野プロ、こちらお越しください。自己紹介をお願いします。日本プロマージャン連盟関西本部の西野健志郎です。よろしくお願いします。今日はどうですか。緊張されてますか。そうでもないですね。そうではないですか。まあまあいつも通りって感じ。いつも通り、ね、まあ、前回がまあまあ1週間しか経ってないんで、ね、前回と。あ、そうですね。じゃあもう先週の勢いで。そうですね。優勝を目指して頑張ってください。はい、お願いします。はい、はい、続いてトーネプロ、こちらお越しください。自己紹介をお願いします。日本プロ麻雀連盟関西本部の遠野梨沙です。よろしくお願いします。どうですか、緊張されてますか。緊張しすぎて、はい、ずっと電車の中で多分震える変な人になってたと思います。今日は先輩方と多いとの対戦ということで、何か作戦とか。作戦もう実力では私が明らかに一番下なので、はい、一生懸命全力でぶつかって砕けるつもりで頑張りたいと思います。はい、はい、頑張ってください。はい、最後に吉田プロ、こちらお越しください。自己紹介をお願いします。はい、現本位の吉田忠です。よろしくお願いします。吉田プロは関西の番組とか大会とかっては初めてなんですか。はい、そうですね、おそらくそう、多分ないと思います。はい、はい、はい、じゃあ今日は来られて、はい、何でしょう、緊張とかはされるんですか。そうですね、音羽さんぐらいは緊張してますかね。はい、まあ、これも激アツ6で、はい、まあ、取れば皆さん激アツ王って呼んでもらえるってこと。あ、そう、呼んでもらえるので、はい、ってことは、はい、これはじゃあ取ると2つ目のタイトルってことでいいんですかね。そうですね、鳳凰と激アツ王の、はい、で、はい、はい、じゃあもう A1 のあの選手紹介も、はい、あの鳳凰の後に激アツ王って書いて大丈夫ですか。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、それでは対局者の方は対局室に移動お願いします。で、本日の解説者の方はこちらへお越しください。はい、自己紹介をお願いします。はい、日本プロ麻雀連盟関西本部の山中翼です。お願いします。日本プロ麻雀連盟関西本部の上村です。よろしくお願いします。今日はどういう戦いになりそうですかね。どういう戦いになるんですかね。はい、逆に予想はつかないです。全然
理想にも。そうですね。王位をお迎えしての大会なんで、みんな楽しそうですよね。はい、うん、みんな勝ってほしいんですけどね。みんな勝つのはちょっとね。一人しか勝てない。はい。全然わからない展開で。はい、それでは座りましょうか。はい。フレッシュなトーネちゃんが何かしてくれるでしょう。はい、羨ましいですね。私女性予選で負けて、ね、なんかあまりこう本戦出てる A1 とか A2 のプロとかと対局することってなかなかない機会なので、まあ、関西の、ね、そうですね、方もない、うん、いや、まあ、まずないですもんね、はい、そんなチャンスは、公式戦で1回しか当たったことがないですからね、はい、さんって。自分が上に、ね、勝ち上がらないと、そうですね、そう、まあ、ベスト16とか8とか、ね、G1 タイトルとか、はい、他のタイトル戦での対局しかないんで、ね、関西出たら戦わないですもんね。そうですね、そうですね。なのですごい見どころがいっぱいあって、はい、まあ、楽しみですね。はい、すごく楽しみです。超手役派の正さんの打ち方を勉強させていただきます。そうですね、はい。準備の方はできました。はい、対局が始まります。フォースチャレンジファイナル1回戦はちーちゃんに仁科、なんちゃんに吉田、シャーちゃんに藤川、レイちゃんにトーネの並びでスタートとなります。ドラが G1 です。さあ、手牌の方はこちら、今映ってるのは藤川で、トーネが、うん、4対1、はい、親の西名もそこそこの手、まあ、タニャオ系ですね、まとまってますよね、はい、はい、で、吉田も今両面にピン図が変化しました。いいシャンテンですね。はい。お、すごく見にくいね、これ下げていいですかね。そうですね。優勝いったらいいな。はい、全然見えなかった。いいシャンテンなんですけど、外しますよね、これ。おお、大丈夫。まあ、チーマン引いてからのいいベーコンになれば、うん、トーネはソースが伸びていきます。チートイツだけにしたくないですよね、はい、そうですね、もったいない感じもありますね。ヤンソイス払うのかなとはちょっと一緒に思ったんですけど、そうですね、でも休憩の時には触りきれないんで、うん、まあ一メンツロスしたと言ってもね。もう藤川テンパイ取らず連品を切っていきました。ということは親の西名が一番遅い形ですか。親、はい、うん、はい、さあ、トーネがどうなるか。はい、10名だとチンテンパイやっぱ取りたくないですよね、うん、ウーマンウーマンとかも、うん、試合になんか自敗が引ければ嬉しいですよね。藤川が上がり逃し、はい、3ピンだったら積もってましたけど、ね、まあ開局なんで、ね、うん、みんなそこそこ手を作りに行って牽制の試合行こう。打点的にあんまなかったですかね。そうですね、積もって300、500は嬉しくないと。まあ、真ん中に伸びてくれたらいつまであるんだけどね。うん、骨うまく潰りましたね、チートイツ。はい、西野もチートイツのイーシャンテン、うん、なんだ、3ピン外しますもんね、はい、うん、はい、吉田は両層から払ってきました。で、藤川はマンズが伸びます。はい、パーピン、これ先にパーピン打っといた方が良かったんですよね、ウーマンの時に。ドラ引きがあるんで、やっぱりそうですね、うん、マンズでドラ6組の両面ドラ引きの一番良かったのは、まあ、まあ、ドラ引いたら、まあ、ドラ引きにしようかなっていうところですかね。
これで一旦テンパイ伸ばしになっちゃいますけど、うん、はい、まあ1曲目って皆さんね硬くなるもんですから、うん、あんまり嬉しくないテンパイですね。で後ろがパンワンとリャンピンのテンパイを入れています。リカワが欲しい、パンワンがシーマンでリチですね。うん、リチ、あ、分かんない、あいたた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 た。でも透明テンパイ取ってたら数万が多分カチンマンが報酬になってましたね。ね、確かに神回避まであるんじゃないですか。これが藤川の上がりとなります。リーチドラ2600の上がりとなりました。うん、まあ、統一が多い感じでした ね。なんかメンツてかチートイツか難しい手組が多かったですね。チートイツ僕難しいから常にメンツでと天秤かけながらやるんですけどね。でも僕が遠根の場所に座ってたらね、ロークスとリーチしてます？リーチは、いやリーチは多分してないと思うんですけど、数万で打ち込んでるから、うん、さすがにドラ引いて数万切りリーチでドンって言われて開いたと思ってるのが報酬回避になってる部分があるんで、はい、これはやれるんじゃないかなっていう、うん、ついたゲーゲーに。はい、何2曲、親は吉田、ドラがローピンです。両面両面の形ですね。ドラメンツもあります。親はなんで普通にね手なりに進めるでしょうけども、こちらは藤川はちょっと苦しそう。パーピンから6、7、8までなればってことですね。はい、おドラと西野はドラドラで、まあ、タニアは一緒ですよね。でもダンスがすごいよく見えるんですよね、多分これ炎上ダンスを、でイーソって、うん、触りにくいですよね、このイーソって触る、うん、まあ、そういう人出たら仕掛けようというところもあるんですよね、うんうん、お、カウンソーを引き入れた藤川、お、トーネも進んでいきます。トーネのシャアは仕掛けますかね。2枚目ですけど地風のシャアを、地風のシャアを2枚目ですね、うん、でもあんまり僕仕掛けたくないですね、先手はいらないと。トーネさんどんな感じなのかあんまり覚えてないですけど、なんか仕掛けないようなイメージはあるっす。2枚目はなんか仕掛けそうなイメージこれですけど、2枚安牌できたって思いません？思いますね。なんかあの老僧にくっついたりしたらシャーシャーって。なかったらもうこれね、はい、ほぼ降りる選択しか、ね、安牌切りながら転売取ったらいいなぐらいの。数ピンと1ピンを入れ替えた時間。でもスリムにしたら泣きそうですね、うん、うん、そうですね。さあ時間も手が進まず、はい、親の西野はタイヤ王が消えてしまって、これで天杯関数層かな、うん、関数層でリーチを入れたのは西野、リーチドラドラです。そうですね、これ乾燥層結構盲点ですよね。6球層に結構見えちゃう、うん、この動作は絶対に打てなくて、13557からの可能性もなくはないですけど、まあ、でも6球層の方が、うん、圧倒的に、うん、最終選択でどっちか勝負ってなっていたら選ぶかもしれないですね。そうなんか筋言うて数層山さんですかね。山さんですか。山にいいですね。山に1枚 OK。 ここノータイムで紡ぎちゃいそう、この数層このリーチ打たれてたら
なんならカンパーソとかの方打ちたくないですもんね。うんうん、そうですね。さあここからイーシャンテになりました。よし、でパッソーとかは泣くんですかね。リーチ入ってるんで、お、積もりましたね。リーチ積もドラドラ23900の上がりとなりました。はい、選択バッチリでしたね。はい、まあ、やっぱ勘ローソンはしにくいですよね、川的にもちょっと。うん、続いてドン三局親番は藤川、今のところいいですね。お、良さそう。いつも序盤苦しんでますもんね。はい、ドラウアンです。このションチョンが何だ、何点。お、いろいろ、いろいろ楽しそうじゃないですか。ハイパイだけ、ハイパイに点数をつけたら何点ですか。60点、60点、まずハイトウェイ。なんか太陽ぐらいはなんかないそうな、はい、まあ、カンウーアンがどうなるかって感じですよね。なんか両面に変化してほしいって感じですけど、マンズが。さあ吉田は4統一、統一どう、チート統一見ながらってことですかね。トーネはちゃんと見えますか。見えますね。まあ、西田もちゃんとなんですけどね。これもローピン、西田はトーンをあんこにしました。ローピン触りたい、早く触りたい。決めちゃいたい、もうローピンなんていらないでしょう。ウーピン引いた日にはがっくりですよ、もう。お、箱を重ねた。3層先に引いとこうかな。3層先に引いそう、はい、うん、うん、全然嬉しくない。はい、でも出上がりますね。あ、吉田がドラドラのいい瞬間になりましたね。はい、まあ、西名はウッパーピンですか。ドン、あんこで、あ、どうなんですかね、西名の手。あの、テンパイ取らずっていう人もいるんですかね。ピンズにしようってことですか。吉田方多いなら多分ローピン切りとかしてくれると思うんですけど、一応3万7900のトップなんで、うん、まあ、まあ、まだ流すところじゃないですけど、さらにちょっとでも加点できたらってところじゃないですか。いやーでもこの順目のこの手ですよ。で今多分ペンチマンでテンパイ、テンパイですね。いや上がらないとね、上がらないとダメですか、うん、まあ、まあ上がらないとダメなんで。もう僕は吉田プロと友武さんとかのあの打点の麻雀をもう見続けてきた人間なんで。なんであれもっと序盤に切ってますもんね、多分ローピンがあればね。あ、まあ、でもあそこまで残しちゃうともうテンパイ取るんじゃないですか。いやあそこから外す、いや多分外すと思いますね、その吉田さんとかなら。9万切った時に外すとか。そう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 、うん、ローピン取って切ってテンパイ取らずとかが、うん、お、いい両マンを引きました。もういいシャンテン、いいシャンテン、いいところ、ドラはウーピンです。どうでも4統一、うん、さすがに一上がり一回欲しいですね。そうですね。西永はもう気分が良さそうですもんね。まさか一人こんなに早いのがいるとは。はい。思ってないでしょうけど。うん。足がもうすぐ来てしまったよな。まあ、まっすぐもう腕を振り続けるのが。泣かれてから対応しましょう。まあ泣かれるかどうか切らんと分かんないもんね。そうですね、うん、泣かれてからすまん。じゃあピンチギレやからリャンピンピンを触りたいぐらいまであるんじゃないですかね。うん、虫ごろ差し子かどっちが決めてしまいたいな。ドラドラになりました。ドラドラになりました。一気に勝負って、うん、一番早そうですもんね。一番早そうで打点が高くなってくるっていいことですよね。はい、薄いリッチ
上に急須が浮いてるんですよね。リーチ、ピンフ、ドラドラのリーチを入れてますよ。急須は頭あるんだけど、なんでまあ切るならペ、ちょっとでも残してる数万がローマンが早いんで、うん、まあまだいけん、うん、ちょっとでも打ちづらいな。何も切れないですね、うん。まあペ、まあ、あっちも通ってますね。4枚目ですね。4枚目ですね。吉田の町は急走がない。急走はもうないんじゃないかな。急走が3枚ですか。老僧3枚ありますね。繁殖のイシャンテン、西野も戦いますか。テンパったら、テンパったら嘘ぎそうですね。そうですね、うん。西野もこの点数なんて全然まだまだリードだと思ってないでしょうし、まあ8000切ってもまだ、うん、あ、やめましたね。あ、やめたか。まだ仕切り直しぐらいでいいかなと思ったんですけどね。トンが打ちにくいってことですかね、うん、もう。でも序盤の今回ね、連打なんで、リハイとか切りやすいんですけどね。時間ももうやめましたね。自分の手の進行具合との兼ね合いでってことですね、うん。もう順目が深いんで、戦えないよと。まあ、西野ドラもないですしね。藤川もドラなし。親のトーネはドラドラに今なりました。あ、もうトーネもでもね。チートイツにな。なるの難しいな。イタリアンシャンテンなんでね。トーン切れましたね。切れて、あとスースー。うん、いいシャンテンですね。チートイツの。はい。スースーソリャンビン。そう、リャンピンドヨキ、なんか全部切りにくいですけどね、うん、リャンテンパったらでもドラドラなんで、リャン、まあ、テンパったらね、リャンピン今取ったんで、うん、とりあえずリャンピンですね。え、でもここはね、トーネテンパったら勝負してほしいんですよね。やっぱり親番、最初の親番だし、補充してもね、まだ2半ちゃんそうですね。これはちゃんと選んでほしいですね。嘘。うん、パーマの方は通りやすそう。てか、もう、ノーチャンス、縦しか当たらない。ありますよね、嘘。そうだ、残り1枚ぐらい。おー、打ちにくいけど、小さなワンチャンスですね、パスを。打ってほしい。うん、そうですね。いいんじゃないでしょうか。戦ってますよね。はい。はい、吉田と遠根の2人転敗で流局となりました。いいマージャンでした、はい。ね、数万の子さんが良かったですね、うん、もう切っちゃってたけど、神村さんのは転敗取れずと、取れずとチートになるとは思わなかったね。え、まあでも、うん、ああいう危険牌とかをほとんど掴まずにチート率で転敗取れるって結構いいですよね。いいですね。ちょっと今日いけるのかなと思いますね、うん。なんか受け切ったチートイツじゃなくて受けることもなく、うん、安牌切りながら、そうそうそう、ほぼ通りそうなところ切りながらの転敗ですもんね。切りにくいなと思ってたリャンピンも先に藤川が切ってくれて、うん、はい、トーン3局一本馬、親はトーネ、ドラがリャンマンです。トーネリャンシャンテンでしたね、はい、シャンタ含みの腕か表がいい、うん。西野は678か、吉田に直瀬のシャアと初が統一、藤川は太陽に行けそう。川を作ってきましたね、はい、吉田は
プレッシャーですね。1枚目から、はい、泣いていきます。想像だけ切っとくと、これその連盟チャンネルを見られてる方なら、はい、A1 でね、はい、吉田のこの仕掛けはもう多分何も打ち得ないですよね。マンズかピンズ、多分マンズにするんでしょうけど、うん、もう神茶殺しですよね、これは。そうですね。このトーンとかも結構打ちにくそうっていうか、親なんで、まあ行くとは思いますけど、ある程度行きたいですけどね、不用意には切りたくないですね。うん、トーネが、まあ、トーネは本当にもう対応せずにまっすぐ打ち切るのがもう勝利の近道ですよね。うん、お、悲観さんも入れました。吉田さあ、西名はもう満足、マンズかピンズ選べないですもんね。7、8落とす感じですね。うん、選べないですよね、わかんないですね。早くどっちか見してくれと対応しちゃってますもんね。これも一つの作戦のうちですよね。うん、いきなりこう技術を使ってきたというかマンズとピンズしかなくなりましたね。後々なんか困りそうな。西田もね、結構 点数が一応今ねトップなだけであって、うん、風に流していきたくもないし、吉田プロってすんごい手役派なんで、多分なんとか切りたくなくて、多分ウーピンローピンとか多分見せたいんでしょうけど、マンドのポイントにしたいなと思いながらもプレッシャー与えるところと優先して、藤川がもうマンズだろうって思って、多分ピンズだけは処理しながら手進めてってるんで、うん、マンズね、ドライ色なんでマンズの方がいいですよね。あ、ピンズ書いてそうそうそうだからもうそうですよね。はい、シャドラ12000は2300の上がりとなりました。まあマンズで刺さらない限りはね、まあまた打点はボランコとかじゃない限りは許せるところですね。ただちって思いますね。うん、クソってなる。初上がりでしたね。はい、あのこういうのも大事ですよね。大事です。もう素直に言ってなか上がれないですもんね。そうですね、うん、あのシャープンは結構それも想像から初だから切ってったんで。はい、なあ、一曲親は西野バラが言いそうです。時間に3万が暗号。この3と1西野手いいですね。はい、一番早そうですね。カンディアンソー入ったらもうなんか嬉しくて、ちょっとリーチの声がちょっと上がっちゃうぐらいの嬉しいうん、4と1、はい、チューンから切っていきます。決めましたか、カンディアンソは。まあ別にスーソー入ってもいいですけどね。うん、メンタンピンになってもよし、うん、まあ多分ローソとか入っても酸素打って、うん、カンディアンソに固執する必要は、これで一応 E ペーコーとか現状の伸びとかも見ながら、うん、なれば3式差し子難しいか。サブ9番先に入った時に関連はそれ押さえつけのリーチを打つかどうかですね。打つんじゃないですか、ヤバなんで打った方が良さくそうなんですよ、うん、ここで触るか。そうそう、酸素から触って酸素からできそうな、うん、どっちからいくか。差し子があるんで、うん、ドラから行ったっすね。数層入った時に差し子になれば強気に行きましたね、うん、キューピン、キューマン入ってがっくりですね。がっくり。キューマン入ってもね、イペーコーあるんで。まあ、多分どっちみち外す気なんでしょうけど、イーソーから行った方が速さと。本当でもいいシャンテン。1と1のいいシャンテン。イーソーはお前の現物ってことが覚えたんですかね。1ですね、多分。
あ、トーダーツ。まず。じゃあ、ランピンと。トーダーツですか。上がり逃してますね、いきなり。そうですね。さすがに取った方がいいとは思いますけどね。うん、まあ、ここはメンタミンだと。メンタミンはいらない。でも、9面。でも、僕、3走の時にランピン切っちゃうんですよね。うん、もしかしたら緊張してて気づいてない可能性もありますけど、どうですか。いや違う、サーメンタンピン行きたいです。ここはメンタンピンで決める。俺はもうスーピン引いて、はい、サブドピューマのサブドーマンしか上がらねえぞぐらいのレベルですね。そんないい班見てないと。メンタンピンインペーコンなんだ俺は。お、引けるか、うん、そう。石田もちょっと苦しそうですね。親番で天杯取らないのってなかなか多分ね、いないでしょうけど、西名君の意思ですよね、これ。ですね。トンバのなんか体勢が良かったからとかですか。他も4戦を引くんですよ。うん、ただちょっともう勝負どころ、周りがちょっと 遅そうだし、うん、自由にしてやろうかぐらいの。お、藤君は天杯ですね。換算層闇天です。この換算層の方がなんかサクッと上がっちゃいそうな気がしていた。むむ、これでこれはつもぎり、はい、もうずっとつもぎりですよね、うん、天杯するまで。スチーピンか、その妥協点が多分ウーピンローピンの縦引きのリジタンヤオみたいな、はい、うん、骨のところに三層が来た。いけるか。お、おー、狙い通り、狙い通り、ガマテンです。リッチしない。ソーティンがね、もう2枚切れちゃったんで。高めの方が薄いですもんね。うん、皆さんお上手ですね。先に処理、処理と。遠目は、親番の安全牌を残しながらのチートイツ。嘘の傷も切れると。まあでも西名ももうリーチの方がいいと思いますけどね。もうさすがにドラターツぶった切ってるんで、周りは何事かと思ってるはず。まあリーチされた方が怖いですもんね。いや、これはリャンペーコー。リャンピン切りだからなんかピンズ。リャンペーコー。リャンペーコー。リャンペーコーできてますけど。できてますけどね。お、2万が暗号になりましたが、そのリード、うん、じゃないですか。つもぎります、うん、もう絶対にテンパってますよねっていう、うん、街は何ですかってみんなが多分思ってる感じで、スチーピンはまあ9万チーピンが1枚、うん、お、つもりさん、ツモ単品1300オールのツモ上がりとなりました。ここで2600オールって言ってるのとまだ全然違いますよね。全然違いますね、うん、で多分これあの開けられた時の印象も全然違いますよね。この最終手出し2ピンなんで、うん、1ピンツモぎられて見る人なら最初の入り目とかマンズ引いてるから、テンパイ取らず、うん、リーチ打たず、うん、慎重。慎重だね。慎重だねって。慎重。やっぱ、法を言う相手なんでね、慎重に。そうですね。はい。一戦目は固く。固く。トップを取りに。一戦目こそ、なんか、ブンブン行ってほしいですよね。うん。第一局、一本は、親は西名です。白、南が、ドイツ。はい、体力です。ドイツ。嬉しい。4ドイツ。ローマン、ダンスか、ここローマンからかな、トンかな、あ、ノラがスーマンだからチーピン、ノラがスーマンです。うん、チーピンとかギハヤも見たくないですね。本日したい、ちゃんとしたい、うん、吉田もタイヤオのドラドラでしたね。トーネは、まあ、やっぱ堅実に点を積み重ねていこうとじゃないですか。そうですね、うん、その派手さいらないんだ。吉田包囲もいい形ですけどね。はい。お、老僧があんこになりました。9ピンで、おお、三層。三層。単葉には決めてしまわなかったですね。そういう状況じゃないですかね。うん、まあ、今までずっとちょっと展開悪い状態で来てるんで。ドラドラだし。うん、
これ両層。パピミキも。これで単葉になりましたね。カンロウピマチだったら一旦ダマるのかな？カンロウピマチはダマ点にしそうですね。うん、でもカンロウピンチーは多分ほぼほぼしないと思います。あ、カンロウピンチーな。単葉をドラドラ3できる。は多分やってないと思いますね。印象ですよ。もう全部印象ですから。イメージで。イメージです。僕の中のイメージなんで。3900は4200上がるとだいぶ原点には近くなるのはなるんですかね。うん、それは違うと。それやってないと思います。まだ満足の変化とかも考えてると思いましたよね。カンパーを引けるとともにいいシャンテンですね。西野はやっぱりチャンタに寄りたがってますよね。はいが。はいが。はいが。チャンタ評論家と呼んでください。単品嫌いですもんね。そうです。面単品大好きなんですけど嫌われてるんでもあ、そう嫌いなの嫌われてる。そう嫌われてるんです。小さい。これで遠野も広くなりました。遠野さん一番こう原曲バンバン言ってほしいですね。もう白音こう。なりたがってますね。でまあ金出し動向をとりあえずちゃんとにはなるってたんですね、うん、そうですね、うん、吉田も感動ピン天敗ですね。はい天敗ですね。これは2ピン、西なおも仕掛けますかね。そうですね。遠根の手牌はやっぱピンずっといて一通もありますんでね。うん、これリッチ、あ、振り点だ。はい、急走が振り点なので、つもぎり一旦振り点に受ける、振り点に受けるとかもあると思いますよ。想像がでもチーソーは2枚場に切れてるんです、うん、3枚切れてるんですね。考えてるってことはからぎりの方、いろんな選択肢ありますもんね。はい、想像ね、チーソーがあんま見えてなかったら想像の変化もそうですね、見たいんですけどちょっと辛いかったですね。西野はちゃんとのシャン、いいシャンテン、ね、やっぱり選択肢には多分あったと思うんで、うん、引いてちょっと。なんでこういうのって即で来るんですかね。いや間違ってるって教えてくれてるんですよ。そうそうそう。でもピンズがこの野郎って2回連続あ、泣きましたね。うん、E1 ポン入れたのが西野、うん、で、E ピン切って9万と何町。西野の手が何に見えますか、これ。もう薬杯あんこって感じですか、ね、薬杯あんこ。そして入るゴツゴツしますもんね。ゴツゴツ、まあ、縦に見えんこともないです。問いにかなぐらい。トーネが天敗です。サブロッソ、このサブロッソ薄いんですよね。ロソがないですもんね。酸素2枚ですか。はい。うん、時間いいな。それは切りにくそう。最終手だし、いいピン、うん、まあ、西野はフード虫ですわもうまあ吉田プロは多分ほぼ降りないとは思うんですけど、この手で。はい、ローピも2枚ありますかね。でもね、選択を失敗してるんで。はい、あ、積もりましたね。まあどれでも上がれると。積もたんやをドラドラ。23900は2100、4000の上がりとなりました。高い方にし上がりました、うん、はい、どれでも上がってましたね。どれでも上がってましたねこれで一息ですよね。これで、ね、西野が上がっちゃうことになったら相当やらかしたね。そうですね。あんで気にするとちょっとションパイとか引いたら、自敗のションパイとか引いたらちょっと降りるかもしれないですね。なんとかね、もうめちゃくちゃ嫌、うん、で、いや薄かったっすね。わお、三品ですね。ドラ、何二曲、親が吉田、ドラが三品。まだどうですかな。ドラドラ。あ、ドラドラするまだ。いやもう包囲様ですよ、そりゃ。なるほど。さあ、薬杯は置いときたい。でもちゃんとも見たい。
7、8、9、1、2、3か。もうナンバーできっちり調整して受けに回ってきましたね、まあ1回上がって、そうですね、やっぱり戻りと、あのスイッチピンの上がりがやっぱり良かったんですよね、あの川と、はいはい、そうですね、勉強になります西野はシャーガン、こう藤川はマンズのいつ狙いたいって感じですね。トーネも9ピンの方が良かったような気がしますね。3ピン引いた時に1、3号になるんで、うん、藤川もマンズ伸びてきましたけども、トーン下がるか、まあ、下がるか、下がるか、安牌の方置いといて、これは9ピンずっと持ってますね、ゴロ打ちをしたいんだけどって感じですか。トーネですね、うまい、うまいです。9ピン、はい、重ねて西野は素直にシャンテンと、うん、でも4万がドイツ岩を切っていきました。タイヤ王の方にも向かいつつですかね。そうですね、うん、タイヤ王のバラメンツは足りないですけど、行って代わりでもタイヤ王なんですかね。そうですね、ウーソ引いても問題なしなんで、感じはそう引いたらまあ嬉しいんでお、これで1、2、3も見ますね、西野は4枚残しますね。これはさすがに仕掛けもありますかね。吉田方多いですか、うん、ないです、ないですか、いや、まあ仕掛けないですかないですね。なるほど、見たことないですね、多分仕掛けてるの、うん、この形で3ピンポンカーはそれでも動かない可能性すらもありますよね。見せたくないみたいな、持っての見せたくない見せたくないまで、はい、でも選択は合ってますね。西野テンパイですね、2ピン切ってリーチ1300のリーチですね。戦いますよね、トップで。まあ、イースーワン。現状は、吉田方位は多分無視すると思います。無視。現状はですね。わお。無視ですよね。絶対に。はい、パーピンも結構。いや、もう親のトップで、あの形なら、当たってみろよぐらいのレベルですよね。これはポンテンですか。さすがに、さすがにこれは泣きましたね。もうテンパイなんで。半3万テンパイ。はい。親の気持ちがわかりますもん。どんなに言ってきてんだよ、みたいな。これ今、西野の立場的にゾッとしますよね。そうそうそう、ごめんなさいと。ほんとすんません。まあ、ただ、あれ、3ピン内定、弾用打ち掛けに見えるんで、今は吉田方位の現物なんで、出してくれるかもしれないですね。うん、皆さんイーマンですよって西野もはいっつって藤川からしたらこれ打ちたくないんですよねこのイースーマンって切るもんないんですけど、イーマン打ってね、ちょっとえらい点数言われたらちょっと話が違うよってなるんで任したと、あ、そう思いました、よかった、ゾッとしたやろな。西野がリーチつも500銭の上がりとなりました。ほっと一息、よかったって。もうなんで今打ってくれないのみんなってポンドラポンですよ親の安いから素点的にね、藤川もトーネも点数が
2万5000しかなかった、2万6000ぐらいか。そうね、毎日毎日、そうそうそう、うん、2人でやり合ってよと思う、西名君が逆に西名君が刺さってよって思ってるぐらいかもしれないですよねさあ、藤川親番チートイツのイーシャンチェン、はい、選べないんでね、パスからリャンピンからダラが言いそうです。トーネはもう日本チートイツですね。そうですね、もう嘘切りましょう。嘘3万か、3万か、うん、3万、うん、まあ、そう最後西長またドラドラです。もう 1,2,3 はい、2、めっちゃんだ見ながら。そうですよ、やっぱり僕のこういうあの配信での打ち方の原点はもうこういう人たちの麻雀から来てますから。なるほど。スーソもドーソもいらないんですよ単純に単品に嫌われてるだけじゃないよ。そうです、意思を持ってね。そうです、これこうですよ、これがもう麻雀ですいやでもそれもね、ちゃんと手作りますもんね。そうです、手だけ作って、見てて面白いですよね。手役ってやっぱりいいですよね、うん、その打点がやっぱりできてくるん で、 いいですね、押し返すときにも1000点で押し返すのはちょっと怖いですけどですね、1000点で押し返されて上がりきられたときはもうそうそうそうけーってなりますけどね。西名もドラドラなんでね、ドラドラなんでやっぱ手いいですよね、西名。そうですね、早いかドラドラかって感じの藤川もドラドラチートイツイーシャンテン。トーネさんもね、一人変な一人だけやったらやりやすいんですけど、3人変なんで、うん、自敗もあんまり残したくなくなってくるし。西名は3品もつもぎっていく。ああいう時間は3品持っちゃダメっすもんね、あの手で。もうギャンピンが弱くなる手出しをするたびにそうですね、終盤になればなるほど。まあ国試も見ながらイーマン、国試は見ないとチーマンではなくイーマンでしたか、7、8、9を見ながら、うん、三式がある。トーネもピンズが伸びていく、なんかと重なったら本日まで見たのかな。もうここで大三元ですかそこまで、まあ、可能性としてはね見とかないと。でも全部見てると思いますよ、うん、ああ、それがお天気とか、ね、とか、はい、いやこれはもう自敗選択したいですよね、うん、西名も1枚入りの自敗はなんか手の中に置いておきたいな、僕は怖がりなんで。いやそのね、対面の吉田方位がね、あの川なんで、うん、1切れの自敗って多分相当自信ないですよね、これ。そうですね、絶対なんか持たれて持たれてそうやから、ね、手進んだら出てきそうみたいな。よりも最初最後に切る候補にしときたいですね、うん、刺さりそうじゃないですか刺さりそう持てば持つほど自敗って損するじゃないですか、うん、なんかもう、うん、あ、白のポン入れましたね吉田は。これもそのグラフっぽい仕掛け方ですよね、一応大三元あるんで、うん、なんですけどもう自由にさせないみたいな。3層は切っちゃっていいんじゃないかな。3層は切った方がいいですね。西名君からしたら何してくれてんねんと僕は抑えてたのに。藤川はインソーがノラなんで、ジートイのシャンテンキープ早く転売したいですけどね。おっ、3層とうね、いいタイミングで消えましたね。白チュンをパンコになってるチュンを食い取った、食い取った、食い取った、ね、ちょっと合ってます、もちもち、うわわ、でも初もおお。大三元、大三元予定通り、予定通り、もうないんですよ、もう上がれないんですよねでも当然この手順に統一で持ってるし、ちょっと行きたいですよね。これ逆にリュウハ叩き切ってリーチって言って、うん、ドラさん、ドラさん、西名さんはドラさんになりますもう何でも来るねって言われてるあの難が明本チートイの宝珠杯になるっていう。うん、ドラ短期リーチ、
これあの藤井流派来てリーチって言ってポンって言われたらゾッとしまうね。ポンって言ってでも出てくのなんですよ。いやいや藤川の藤川の初ですね。あ、なんそれは遠根が切るはずの灰が。ああ、そなんがなん。なんも山にいたんですね。なんがなくなっちゃいます。遠根の年次というの天杯が。シュンと一撃でなくなってしまいましたね。ユシナはね、でもやめますよね。いや、さすがにちょっといけないですよね。ドラアンコとは言え。うん、藤川からしたらやめてくれよって思ってますよ、これ。すんませんと。中引くなってね。あの、切り方ですよね。この、ブンって言ってる感が。はい、うん、怖いですよね、あのブンって来られて。うん、あー、天杯が、でもそのまま相当嫌だったと。上がり逃してた。いや、違う、大丈夫、カンジャンピンだったのか。あ、でもプレッシャーのかけ方ですよね。藤川は相当嫌だ。相当間違いない。平然な顔してるけども、相当嫌でしょう。いい素直嫌だと。うん、でもあんだけ照らされるとね、回ってくれたかなと。親の藤川の一人天杯で流局となりました。 あの川ですからね、マンズは相当打ちにくいですもんね、藤川の川に。藤川ももう一上がりで原点復帰しますよ。藤川のこういうの珍しいですね。ですね、やっぱり今さっきのちょっとやっぱそうそうそう、だいぶブルブル来てたんじゃないですか。ブルブルって顔に出ますね。はい、なお三曲一本は藤川の親番ドラが老走。選手じゃないことを悔やまれますね、これは、ね、すごい楽しそうですね。あとね、トンとチュンがドイツ、ソーズに、うん、向かっていきたい感じ。西名はソーズが2メンツ。まあ、藤川はここで親番連チャンして。西名は何がドイツ、さあ、東根は寄せれるか。でも、ローソとか引くと寄せたくないですか。一応の一応あるんで。一応、白を切っとくかって感じかな。白から重なったら、ちょっと寄せていきたいですけどね。どっかまた想像切らなあかんやろうけど。ペン酸素から入っちゃうと、うん、ペン酸素から入っちゃうと、白を切るかな。24,600万。東根1枚目のうちの仕掛けずでしたもんね。2枚目同順2枚目だとすごい分かんないですね。東を泣いていきました。東根ね、チュンですね。しし、まあ、百戦錬磨のね、ずっと西名も A リーグで戦ってて、藤川はずっと A リーグで大を入れてなると安いなっつってあの仕掛け、うん、何のボンを入れたのが吉田。それでももう遠根はがむしゃらにやるしかないんで、うん、まだ親番ね、そうです、プラスありますけどね。逆に舐めてもらってる方がいいですよね、遠根からしたら、うん、厳しく打たれるよりかはまあ。藤川もいいシャンテン。お、ゴロチですか。はい。西名もいいシャンテン。
つもりでくる、ヤンゾウビギのタンヤまで5まで考えたかな、下手に一応想像も警戒したかな、うん、一応止めなのかな、うん、藤川は一応対応しますかね、まあまあ切るけど後でっていう失礼しました、トムさんも決めてしまいたいですけどね、どっちかに会いたー、会いたい、ドラ引きあるんでね、早速から切りますよね、でもまあ、いいペーコーがあるんで急走を切る人もいますよね、どっちがいいかで、ヤンソーから難しい、でも急走切っちゃっててもよかったかもしれないですね、まあその場合ドラ引いたらもう一体たどりですけどね、あ難しいな、どっちもどっちですね、うん、まあ急走切っていく方が、どっちもどっちだな、どっちもどっち、どっちもどっちも、うん、ピンフがあるんで、まあダイレクトにローソン引くのが一番嬉しいんで、あれの選択かな、管理朝引いても短期選択になるんで、うん、転売ですね、スッチーはのリーチを入れています、親の時価はパーピンかよっていうリーチ、まあ、それでもリーチ打つことに意義がありますこの局面ね、トーネはほぼ安いと思ってるだろうし、スーワンは吉田にドイツ、チーワンが馬に2枚、もうね、いいじゃんって、うん、西野は入り目をつかむと、スーワン1枚だけありますね、当然取れないか取るか、強い、うん、おいや、通る範囲の方が多いですからね、頑張っていきましょう、うん、ファースト競争でもまあ良かったんですけどね、うん、あの数ピンはもう見るからに押してるんで見るからに、だからその間ですよね、この数層あれ数ピンって思ってますよね、でもまあ安いんで、うん、多分そんな2泣きなんでね、刺さって2000点ですかって感覚での多分そそぎりだと思います、うん、後引きでドラ重なってないよなぐらい、そうですね、うん、行きましたね、うん、石田もバスを転配、トーネはベンチ思想の転配を入れています、そうですね、トーネは戦う、戦えトーネ、決着つきそうですけどね、なんか。スチーマン対ウッパーソ対。いや、チーソーがないですね。チーソーなし。はい。スーマンも1枚。決着つかないってことは。つきませんか、どうや、あ、これで。ドラが重なった。ドラ引いた時だけだよね、はい。そうですね。チュン。1300の上がりとなりました、まあね、1300の上がりとなりました、うん、いやでも、ね、変に受けて回るよりも、ね、まっすぐ戦いに行った方が当然いいかもしれないですね、うん、あの吉田鳳凰も安いでしょっていう読み切りでの押しっぷりなんで、うん、まあ、当然はそういうのでもいいんで、見せつけてでもね、安いって思わせても、うん、無視してくださいっつって、はい、南4局、親はトーネ、ドラが G1 です、安くても塵も積もれば山となるですよ、それでいいです、かっこいい麻雀なんていらないです、泥臭く、そうです、急速切りたい、悪はドイツ、これはもう本質見ながら、でも全員がトップ狙える、藤川がちょっとだけ満足のじゃ届かないんですけど、それでもね、みんな、まあ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 3900で受ければあんまり1回戦としては全然、3万を引き入れました、西野の話はこれ上がりたいですよね、一人受けにしたいですよね、なんでともね、これも何でもいいんでリーチです、テンパタリーチ、元気よくリーチリーチっていうことがね、一番
お、さらにマンズが、これ3万3万ってめっちゃ嬉しいですね。時間も想像に行きそうですか。今五方位がウーピンウーソって撫でてたんで切りたいんですけど、皮派手にしたくないんですよね。うん、それがチートイツのイーシャンテン。トーネも四トイツ。九ピンかね。うん。西野は早く白をポンさせてくれと。切ってくれませんよなかなか。白ピンさんどうします？あ、ウーマンしたね。ウーマン切るのかな。え、チーマンじゃないですか？チーマンドラーなんです。あ、チーマンドラー。ははは。いやでもまあこれで、まあ、あとは何でも来いですよね。方位はウーソチーソって払います。払いそうですね。お、さらに立てに来ましたトーネ。チートイのイーシャンテン。はい。ここから選んだ方がいいですよね。何がいいか。笠井さん、もうウーソ右端置いてますもんね。はい、払います。そうですよ。チートイツイーシャンテンですね。もう一チートイ。なんか皮をね、ちょっとでも。あと西野テンパイ。はい、テンパイですよと。でもウーソの切り順、コンビリでした。うん、はい、天敗年本チートイーマン短期サクサク天敗しましたね。トーネさんが一巡前に切れましたね。来ましたよトーネ。それはさすがにローコメンツテの方が良かったかな。さあどうなる。いいピン。まあもう何も降りないんでね方位は、うん、誰がまずイーマンをつかむかのゲームで誰がリアンウォースを先に打ってくれるかのあ、でも嘘も2枚切れてますもんね、りゃーん。積もったら4000、8000ですか。どっちにする。いやいや、イーマンでしょ。イーマン全員切りそうっすもん、だって。積もったら4000、8000？メンホンチートイ、ドラドラ。うん。もう止まりませんよ。トーネは。あー、回り切りました。あお。ほう。あお。吐く。300-500のつまわりとなりました。一人打ちですね。うん、おりそうなんだけどなと思って見てますよね。でもさすがです。これがやっぱり手役派の麻雀ですよ。一撃でか、ね、展開がガッと変わりますもんね。全部マンズ引いてたより。いや僕はこの人たちの麻雀を見て勉強を教えたんで、もうすんごい気持ちがわかります。一人浮きでスタートですけど、もう全然ね、差はそんなに、まだ2回戦残ってるんで、うん。はい。1回戦が終了しました。1着に西名、2着に吉田、3着に、トーネで藤川ですね。4着に藤川の並びで終了となりました。はい、それでは、次の対局準備がありますので、こちらをご覧になってお待ちください。はい、お待ちください。はい